私さ、この前自転車にぶつかりそうになったの。おじさん怒って危ねえだろうが前見て歩けって。でもさ、なんか無理なの、顔上げる気力がないの、歩く元気もないの。でも帰んなきゃいけなくて、足って勝手に進まないんだなって思った。横断歩道の島々、一つ越えるのにも三歩かかるの。最近毎日こんなで、ここにガム落ちてるなとか、空が晴れてるのか曇ってるのかすらわかんないんだけど、そういえばそういえば昨日気づいたんだよね、マンホール。桜だったんだ。聞いてたまにね、頑張ってみようって思う日もあって、でもやっぱ無理で、電車で泣いちゃって顔ぐしゃぐしゃになっちゃって、こんなところで声出すわけいかないから我慢するんだけど、鼻も出てきてしんどくてうって当たり前だけど、誰も助けてくれなくて私だけ一人みたいな感じした。駅着いたから無理やり降りたんだけど、しばらく動けなくて、ホームの椅子に座ってたのね。そしたら高校生の男子がわーって来て、向こうで漫画の話してるわけ。それが聞こえてきちゃって、私もその漫画好きで読んでたんだけど、今度アニメ化するんだって。私ね、誰にも言わなかったの、言えなかったんだけどさ、なんか言っちゃったらさ、こんなの大したことないみたいな感じして、みんなもっと辛いし、ほら世界とか見たらさ、食べるものとか寝るとことか困ってる人だっているわけじゃん。そういう人たちと比べたらさ、私すごい幸せじゃん。でもさ、そういうことじゃないのよ、なんでかわかんないけど、なんかすごい辛くて、毎日毎日辛くて、起きるのもきつくて、でも寝るのも寝れなくて、この前どうしようもなくて、心がグーってしてたら、隣の隣の席の子がね、どうしたのって話聞くよって。普段そんなに話さないんだけど、なんかバーって全部話しちゃって、わーわー泣いちゃって、そしたらね、その子ね、そっかそっかって背中撫でてくれて、偉いよ、生きてるだけで偉いよ。